はるりの To the Nature。 皆さんこんばんは。今日も始まりました、マイはるりの To the Nature です。早速ですが、先週に引き続きまして、タムソン自然農園さんにお邪魔しております。今日はですね、マルシェというイベントの模様をお届けします。こちらはタムソンさんの野菜でお料理を作っていらっしゃるシェフの、はい、シェフの森岡です。 お店の名前はビストロ堀鉄です。ビストロ堀鉄さん、なんかあのあれですか、はい、こちらのお野菜じゃないともうお料理はできないぐらいに。そうですね、もう僕もね、五郎さんと知り合って5年経って、その時にやっぱね、人を対して返しての紹介だったんですけども、まあ、お互い変態同士だから気が合うんじゃないのってその日に人を起こして、で、ね、その時もね、野菜いっぱい持って帰って、5年前も、うん、それからもう毎週雨だろうが大雪だろうが通わせて、ね、この時期にあるものを、だから今の時期はね、まだトマトもないし、もう今一番きつい時期じゃないですか。でもその中でもあるものを取って、それを僕が考えて、料理がこれを作りたいからこれを取るんじゃなくて、畑にこういう野菜があるからそれで料理を考えるというスタンスを今の店では取らせてもらう。畑の旬のものを、そうですね、それを食べるのが一番体にいいわけで、今はトマトを必要としてないし、今スイカ欲しくないし、スイカができる時期にスイカを食べるのが一番いい。キュウリを、ね、食べる時期に体が、ね、欲してる暑さを、ね、取ってくれるのはキュウリだったり、それからね、オクラができて8月の終わりとか、ね、僕たち、真夏野菜って呼んでるんですけど、アシタバとかね、ぬめりのある野菜、ムチン、それを必要とするのは8月の終わりだったりとか、だからそれが一番取れる時にそのものを食べるのがよくって、ね、あるのはね、何食べてもいいと思うんですけど、ただ僕は五郎さんはそういうスタンスで、まあ、料理を野菜を作られて、それを僕は料理にする。でそれはだからね、やっぱお子様もね喜んで食べてくれるし、もう僕が何か畑で嬉しいのもあるけど、お客様が露骨にこの野菜を食べて感じ取ってくれて、それでここにも足を運んでくれたりとかいうのがあって、ね、そういうのがやっぱね大事ですよね。こうやって人のつながりが畑を守るっていう、ことだと思うし、お子さんがちょっとあれでしょ、なんかこう感動したことがあったんですよね。あ、そうですね。だから家でね、野菜いくら作ってもね食べないお子様のお母さんがうちにいらしてね、子供が身に乗り出してテーブルで手づかみで人参だとかね、葉っぱをむしゃむしゃ食べ出すと、それを見てお母様がねやっぱ泣いて感動して、来るたびにね、あのうちなんかはフランス料理って言ってるけど、そんな堅苦しくないので、子供連れでも気軽に来れるんで、だからもうそういうお子様もね、連れるお母さんもいっぱい来るんで、こっちもやっぱ嬉しいし、それを僕は、ここの野菜を持って帰って渋谷という場所で売ってて、その言葉を僕はまた翌週また来て五郎さんに伝えると、でそうするとまた五郎さんもやる気になって頑張ろうってなると。だからそういう、ね、植物の循環と、ね、人間の循環というかね、大事ですよね。やっぱりね、野菜嫌いのお子さんのママは本当に深刻なんでしょうね。どうすればいいんだろうかっていう、そうだから、もともとそのピーマンが嫌いとかないと思うんですよね。たまたまの出会いだと思うんですよ。だからもう本当にこれ不思議ですよね、本当出会いですよね。一番初めのファーストインパクトが弱、やっぱりえぐかったりとかするとやっぱ食べないじゃないですか、自分たちでも。でも本当にピュアな味だし、えぐみがないし、味は濃いし、でかといって余計なね、味のある野菜ではない、野菜本来の味だし、それは説明、親には説明するけど、ね、子供は説明したってわからないわけで、食べてる姿を見るのがね一番だし、だからやっぱりやめられないですね、このルーティーンはね。これからも美味しいお料理作ってください。はい、もうぜひ。はい、皆さん、リスナーの皆さん、渋谷だそうです。簡単にどこら辺ですか、はい、渋谷。NHK を神山町の方に降りてきた感じのところなんですけども、はい、東急ハンズの奥の方です。東急ハンズの奥の方です。はい、はい、インターネットでホームページとか。あ、ホームページはビストロ堀鉄で、堀鉄 .jp で検索すれば出てきますので、はいはい、リスナーの皆さん、ぜひお運びくださいね。すみません、ありがとうございますありがとうございます。さて、イベントでね、出店されているお店を回ってみましょうか。相川園芸さんの前に来ました。こんにちは。あ、こんにちは。ハーブの苗が並んでるんですけれども、これはどういったものを売ってるんでしょう。これは相川町にある、私の相川園芸の農場で育てた、自分のところで種取ったり、刺し目とかで一から育てた
ハーブの苗を今こちらで販売してます。一から育てたんですか？はい。すごく生き生きしててみんな元気ですよね。葉っぱが一枚一枚の葉っぱがすごく、ありがとうございます。ちょうど今あの植物がよく育つ季節なので、あのお庭とか畑に植えるのにも一番いい季節なんですよ。ハーブっていろんな種類がありますけれども、どんな使い方を しましょう、そうですね、ハーブ本当にね種類が多いんで、食べられるものもあれば、あの食べられなくて代わりに虫よけになるようなものとか、いろんな用途があります。で、あの特に今回おすすめしているのは、あの香りが爽やかな香りがしたり甘い香りがしたりするハーブを使って、あの花束ブーケを作ってみたり、あとハーブティーなんかを作ってみたりとか、あとお料理に使えるようなハーブ、こんなようなものを今日はね特におすすめしてます。後ろでねあの花束を作っているんですけど、ハーブの花束でいい香りがしそうですね。はい、あの本当例えばあの花束をドライフラワーにしてもらって、お家の扉なんかにかけていただくと、あのそこを通るたんびにいい香りがしたりするんです。なるほど。それ乾燥しても香りはすごくずっと残っているような形なんですか？そうですね、フレッシュとドライで少し香りが変わるものもあるんですけども、あのずっと香りがあの半年とかあの長続きしますので、お家の中とか例えば枕元なんかでいい香りがしたら夜もぐっすり眠れるんじゃないかななんてリラックスできそう、そういうハーブもね、あります。そうか、花束にして飾るっていうのは新しいというか、初めて知りました。はい、お花もね咲くと可愛いお花が咲くハーブもありますんで、今日なんかだと、カモミールだとかラベンダー、そういったような花を、今持ってきて花束にしてます。ね、可愛らしい花束ができています。そして何、お茶にもできるということでハーブティーですか？はい、ハーブティーですね。夏の間ハーブってたくさん成長しますので、生でザクザクと収穫しちゃって、はい、それをハーブティーにするっていうのをおすすめにしてます。リスナーさんもハーブティーねお飲みになったことがあるかもしれませんけれども、ほとんど乾燥したなんかこうハーブをこうお茶にするようなのがなんとなくイメージありますけれども、 生で、はい、これは自分でハーブを育ててる人の特権なんですけども、生のハーブティーは、乾燥したハーブと違って爽やかでフレッシュな味がするので、このやっぱり暑い時に飲むとね、すごく気持ちいいんですよ。素敵ですね。はい、こう薄グリーン の、はい、あのお茶をね、なんか爽やかで、はい、この苗で買っていけばキッチンでもね育てられそうですよね、この大きさとして。そうですね、一回り大きな植木鉢なんかに植え替えてもらったりするともっと大きくなるんですけども、キッチンなんかにちょこっとだけ使いたいパセリとか、パクチーとかバジルとかそういうものをたくさん買うのも大変でしょうか。買うとね一袋大変なんですよね、こんなに使わないのにっていう時ありますよね。そういうのをね、自分のご家庭で育てていただくと、使いたい時に収穫って形で楽しめるのがこのキッチンハーブだと思うんです。取り立てだしね、取り立てのハーブですしね、はい、量もちょうどいいですよね。でお部屋がいい香りになりそう。そうですね、はい、本当家の中にグリーンがあるだけで、ね、気持ちも癒されると思います。私も買って帰ろう、後でね。ぜひぜひよろしくお願いします。相川園芸の総留さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さてまた違うブースに来てまいりました。面白そうですね。小さな植木鉢がたくさん並んでいます。多肉植物と天然石、中島涼子さんにお話を伺ってみましょう。中島さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい植木鉢に多肉植物が、はい、育ってますけれども、そして天然石が隣に飾ってあって、あ、はい、天然石の原石と植物を、寄せ合わせて、
ベランダや窓辺なんかに飾っていただくのはいかがでしょうかというご提案です。土ですか、砂ですか、土の色がまたブルーだったり白だったり、はい、黄色だったり。砂はあの飾り用に、いろんなビビットカラーなんかを使ってますけれども、中の、土は全部、多肉植物用の用土を使ってますので、このまま植木鉢と同じようにお水やりをしていただければ普通に育っていきます。植木鉢の下に穴が開いてあって、上からこう普通にお水をかけて、はい、普通の植木鉢と同じなので、水やりをしていただくと、最初飾り用に固まっていた砂が水を通して下に行きますので、通常通りに使っていただけ、水やりをしていただければそのまま育っていきます。植木鉢も可愛くて、こう置いてあるだけでなんかこう癒されるような感じがしますよね。ありがとうございます。オリジナルで作っているグラデーションの植木鉢になります。あ、この植木鉢はオリジナルなんですか。はい、オリジナルで私は作っています。どうやって焼くんですか。あの素焼きの植木鉢に黄砂をグラデーションで、そうなんですか、吹きつけていくという感じで、鉢自体を飾り用に作っていました。本当にこう生きているオブジェのような。ありがとうございます。そんな感じで飾っていただければ、で天然石はいろいろ、浄化効果ですとか、心に良いというような意味もの持ったものもありますので、そんなものをお手元に置いていただく、新しい窓辺などに置いていただくという形でお持ちいただくのはいかがでしょうかというご提案です。こうアクセサリーとして、まあ身につけるのもいいんですけども、まあ男性の方とかね、またこう、アクセサリーつけられない方はお家のお部屋の中に置いて、自分の好きなこう天然石とかを自由に生きるっていうんですかね。はい、そのように飾っていただければ嬉しいです。これは何年ぐらい前からやってるらっしゃるんですか。4、5年前からになるでしょうか。あ、そうですか。初めて見ました。 ありがとうございます。天然石もそれぞれ意味があって、はい、そんな意味で選んでいただいて、お持ちいただくというのもいかがかと思いまして、で、例えば、愛の力を高めるとか、あと何か、魔除けに使われるとか、天然石って割と伝説やなんかでは、魔除けや縁起物に使われる石なんていうのも多いので、そういう心に欲しいものというもので選んでいただくのも良いかと思います。自分に今必要なものを、そうですね、はい、そばに置いておくような形で、はい、あ、お部屋の雰囲気がこう空気が爽やかになりそうですね。そうですね、空気の浄化なんかにも役立てていただければと思います。リラックスして明日頑張れるような。はい、そうですね、枕元なんかにちょっとの、飾り棚なんかにいかがでしょうか。アクセサリー以外の、身につける以外の、お近くにお気に入りの、天然石パワーストーンなんかを置くというのの鉢植えに飾ってみるというご提案です。この水やりっていうのはどうなんでしょう。はい、多肉植物は、基本的にとても丈夫なので、月2回、2週間に一遍程度の水やりで十分生育していきます。そしたら、まあ、忙しい会社員の方でも、はい、育てられる。そうですね、ちょっとした時に、思い出した時に水やりをしていただくというので十分育っていきますので、で水やりの時にその、同時に石にもかかると石もどんどん輝いていって綺麗ですので、はい、で日光と相性のいい多肉植物で日に当てていただくとまた違うお楽しみ方もいただけるかもしれません。さて、いろんな様々な天然石と様々な多肉植物との組み合わせなんですけれども、どんなポイントで選べばよろしいかしら。あ、はい、例えばですね、天然石は、月ごとに誕生石などの意味も持ちますので、例えばその月が誕生月
の方にその、天然石のついた寄せ植えをプレゼントなんかにもいかがでしょうか。プレゼントいいですね。ありがとうございます。ぜひ、そういった形で選んでいただければと思います。はい、ね、リスナーさんもいかがでしょうか。果肉植物と天然石っていう本当に、ね、斬新な新しいアイデアで、とても、ね、お部屋が素敵な空間になりそうですね。中島さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、次のブースはぽちゃ猫野菜のブースに来ました。及川さん、よろしくお願いします。お話伺います。よろしくお願いします。こちらのお野菜も自然農法と伺ったんですが。はい、有機農法でも認められた農薬や堆肥を使わない、本当に自然のままに土に何も入れないような、野菜を作っています。有機農法っていうとあれですよね、まあ、認められたいくつかの農薬は使っていいという オーガニックっていうか、はいはい、有機農法でも農薬は認められていますが、自然農法では何も、もう虫を敵と考えないんですね、そもそも。それで、まあ、虫もそのまま一緒に、まあ、食べているというか、その肥料を入れすぎなければ虫は野菜を全部食べてしまうことがないので、まあ、虫と一緒に野菜を作っているというイメージでしょうか。食べた時のお味がどのように違いますでしょうか。そうですね、まあ、いわゆる普通の栽培だとやっぱり化学肥料というのを使うので野菜の味ってあまりしなくて、まあ、ただ形が大きくてその、まあ、野菜だなっていう普段の野菜っていうのがあるんですけど、それに比べると、自然農法で作る野菜というのはもう肥料の味とかが何も一切しなくて本当の野菜の味っていう、この例えば、人によっては澄んだ味というふうに表現されるんですけれども、野菜本来の味がする、変な味は一切しないという、とても美味しい野菜が出来上がります。見た目とかではなくてその味そのものが、素材のうまさが、そうですね、味わえ、大きさは大きくならないんですけれども、その分細胞が小さくてぎゅっと詰まった味の野菜になります。何年ぐらいやってらっしゃるんですか。自分の方は、今2年目になります。あ、そうですか。いつも注文は八百屋さんには置いてなくて、はい、どのような方法で。今は、ウェブサイトからの、注文宅配のみを受け付けています。はい、また直接畑に来ていただくこともできます。YouTube の方でね、あのご案内しますので、はい、はい、よろしくお願いします。で、及川さんは実は本業は違うとお伺いしたんですけれども、はい、はい、平日は普通に、横浜の方でIT 系の会社員をやっています。とても面白いですよね。リスナーさんもちょっときっと聞いてびっくりだと思うんですけど、 IT の会社員さんがなぜそのお野菜の方に目を向けたのでしょうか。そうですね、単純に食べるのが好きなのでより美味しいものを求めた結果、やっぱりその辺のスーパーで買えるものより、自分で作った新鮮で、かつしかも肥料を使わないで育てる本当に美味しい野菜、 それがやっぱりいつも食べられるというのが驚きですね。なるほど、食べるものにこだわっていた結果自然農法に、はい、そうですね、たどり着いたという、もう結果的に自然農法という感じですね。で、農業はご自分で学んだんですか。はい、いろんな本を読んだり人の話を伺い、先に自然農法をやられている方のお話をお伺いしたり、インターネットで、まあ、情報を収集してみたり、なんか、はい、いろんなことをしながらやっています。ご自分で、ね、勉強されて今はもう本当に美味しい自然農法でできたお野菜を販売している及川さんです。及川さんの将来の夢は何になりますか。はい、どうでしょう。今は野菜だけではなく自然農法の果樹園のようなものを今作ろうとしています。果樹園、
フルーツはなんかさらに難しそうですよね。そうですね、やっぱり果樹になるともうなかなか今やられている方も少ないので、独自のやり方を模索しながらやるような、楽しみですね。またそしたらご案内してください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。及川さんに、ぽちゃ猫野菜の及川さんにお話を伺いました。どうもありがとうございます。それでは今月のおすすめ曲、桐生翔吾ピレッジ。マルシェに出店されていたお店、その他にカレー屋さんもあったんですね。自然農園のお野菜を使ったとっても美味しいカレー屋さんでした。私ね、2種類も食べましたよ。いろんなお店が出店されててね、楽しいイベントでした。また行きたいです。はい、短いですが今日はここまで。お相手は前春里でした。今日もご賞を行ってみましょうか。はい、来週もトゥーダネーチャー、来週も自然の中でお会いしましょう。